九電工に所属するパリオリンピック陸上日本代表の2人がそろって健闘を誓いました福岡市のホテルでパリオリンピックへの出発前最後の会見に臨んだのは九電工に所属するマラソンの赤崎明選手と今月4日に代表に選ばれた走り高跳びの真野智博選手です今ははでで怪我もななくしっかりとやれてきてきいいるので、まあ、問題ないいい状態ではサートラインに 立つことは今の状態でできるのかなと考えています自分の持ち味は踏み切りの鋭さの部分になるかなと思うのでそういったところを武器に自分の良さをしっかり最大限発揮していきたいなというふうに思いますオリンピックではマラソンと走り高跳びの決勝が共に現地時間の8月10日に行われます九電工の陸上部ではあまり会う機会がないという2人ですが共に福岡を熱くしたいと語っていました